フェデリコ・ファジンは、イタリア生まれの物理学者にして、電気工学者であり、世界初のマイクロプロセッサの設計に関わり、インテル4004の開発プロジェクトとマーケティングを成功に導いたことで知られている。インテルの初期の5年間、マイクロプロセッサ設計の中心的人物として働いた。その後の5年間、世界初のマイクロプロセッサ専業メーカーである、ザイログを創立し、 CEO として、同社を先導した、フェデリコ・ファガン、ビチェンツァ生まれ、パドバ大学で、物理学の博士号を取得。19歳で、技術系の高校を卒業すると、オリベッティに就職し、小型コンピュータの設計開発に携わった。その後大学を出ると、SGS ・フェア・チャイルドに就職し、SGS としては、初の MOS プロセス技術を開発し、最初の集積回路を設計した。 1968年、アメリカのパロアルトに移住し、フェアチャイルドセミコンダクターに就職。そこでも MOS 関連の技術を開発し、今日の CMOS チップの基礎を築いた。フェアチャイルドでは、シリコンゲートテクノロジーを使った、世界初の商用集積回路を生み出した。1970年、彼はインテルに移り、テッドホフ、スタンレー・メイザー、シュマ・マサトシラと共に、 電卓用のシガーアーキテクチャを生み出した。ファジンはそのプロジェクトリーダーとなり、数ヶ月にわたって検討が繰り返された。ファジンは、独力で従来にはなかったランダム論理チップ設計の方法論を生み出し、それがマイクロプロセッサの基礎となった。彼は4004の論理回路の設計だけでなく、チップ内のレイアウトもいった。4004を検査するためのテスターも作り、4004が 電卓以外の用途でも使えることを証明した。この製品の製造は予定通り行われた。この開発にあたってファジンを補佐したのが島正都市であった。島は開発の進捗をチェックするために日本から数名の技術者と共に来ていた。ファジンはまたロバートノイスにこのチップの独占使用権条項をなくすよう進言し、それによって4004はビジコン以外にも 販売できるようになった。ファジンが生み出した設計方法論は、インテルの初期のマイクロプロセッサに適用された。8008の開発は、1970年3月に、ハルフェニーに割り当てられていたが、4004が完成するまで開発が中断された。1971年1月、8008の開発が再開され、フェニーは、ファジンの指導の下で詳細設計を行った。 8080 80と4040 40のアーキテクチャ設計は、ファジンによるもので、ファジンはこれらの開発責任者であった。1974年末、ファジンは、インテルを退職し、ラルフ・アンジャーマンと共に、ザイログを創立、MOS 研究開発部門の責任者となった。同部門には、約80名の技術者がいて、十数の製品が、同時に開発されていた。ザイログは、 世界初のマイクロプロセッサ専門企業であった。インテルは基本的にはメモリ製造が中心だった。島正俊氏はザイログに合流し、ファジンの下で Z80 のアーキテクチャ設計を行った。ファジンは1980年までザイログの社長兼 CEO を務めた。1982年、個人用通信機器企業シグネットテクノロジーズ、インクを創立し、 1986年まで同社の社長兼 CEO を務めた。1985年、サナプティックスを創立して CEO となり、タッチパッドの製造販売を行った。現在はイメージセンサを製造するフォブンインクの CEO である、サナプティックスとザイログの会長も務めている。ありがとうございます。